神田九太郎は、日本の柔道家。行動館九段。柔術を修行して、肩車や創始狩りといった技に長寿戦前の、全日本選手権大会や明治神宮競技、大会柔道競技で優勝。戦後も50歳で全日本選手権大会に、出場するなど長く、選手として活動した、昭和初期を代表する、柔道家の一人である。 警視庁柔道師範や福島県警柔道師範を務めたほか、1964年の東京五輪柔道競技での協会委員や福島県柔道連盟会長等も歴任した。福島県出身で本籍地は福島市荒町。幼少寺より行動官道場の渡辺峰松の下で約3年、さらに大日本部特会福島支部にて学んだ。 上京して、日本大学中学校に進学するも中退し、時を前後七葉の武徳殿で戸塚刃上げ侵流。山本金作藩士の門下となって1915年には、武徳会の初段を取得。しかし山本が行動館柔道を嫌っていたために、神田は行動館へ通うことは許されず、この頃には、武徳殿の他行動館二段の皆川民が営む。 連神艦道場で先進汗を流して、修正の得意技となる、肩車の石を築いた。成人して5年間の兵役を終え1923年5月に、ロシアより帰国し、山本の亡きを機に、行動館へ入門。20代半ばでの遅い入門となったが、千葉から行動館へ通い詰めた神田は、大日本武徳会や柔術時代に培った自力も、あって、 すぐに頭角を表し、入門2ヶ月後の7月に、初段、翌24年4月2段、同年12月3段、1年おいて1926年1月に4段と、入門から3年弱で4段へ、スピード商談を果たしている。行動館では三船派に属し、いかにも、柔術出身者らしく肩車やかかと返しのほか 柔術の休木等に改良を加えて、自らが暗出した草種狩り等の得意な技に長じた。三段時代の1925年10月には、明治神宮大会に四段格として出場し、優勝を果たしている。千葉刑務所や小菅刑務所、東京市電、警視庁等で、柔道師範を務め1928年6月に、 大日本部特会より柔道教師号を排除。1932年7月には行動館六段に列せられ、翌33年より旅順史にわたって関東庁の主任柔道教師を任ぜられた。この間、生来勝負好きの神田は各種大会に精力的に出場し、1930年の第1回全日本選手権大会では、 専門総年後期の部の第二区代表を勝ち取り、本大会では、決勝戦で、福岡の須藤金作五段に敗れたものの、準優勝という成績を残す。この決勝試合は明治神宮外苑特設会場で、雨が降りしきる中での開催となり、須藤が得意の県ちま股を連発すれば、神田はこれを崩して背後からの総襟絞り等で、応戦し、 神田が得意の肩車、総主狩りとの連絡儀による奇襲に出れば、今日疲れ万事急したかに見えた須藤はぐらつきながらも、逆襲の俵返しで、神田の体を背後に2メートルも放り投げ、それでも、場外際に落ちた、神田の体が半身であったため主身の山下、義明は一本を取らず、という一死一体の攻防を繰り広げた。結果は、神田の優政府となったが、 雨の中でずぶ濡れとなりながらも見守った1万人の観衆を強嘆させたこの試合は昭和の名勝負として長く柔道界に語り継がれている。皇太子殿下後誕生報宿天覧試合での神田と大谷雪辱を期す神田は翌31年の第2回大会にも専門総年後期でエントリーするが前年に敗れた須藤は大会へ出場しなかったため 再度の決着は持ち越しに。それでも、初戦で、中西文三五段を片方、準決勝戦で、青木武士六段を、北条四方方で下し、決勝では、高橋貞吉五段を肩車で担ぎ優勝を、成し遂げた。九百三十四年五月に挙行された、皇太子殿下五誕生宝祝天覧舞道大会には、指定選手十六人のうちの一人として、 出場、予選となるリーグ戦で、古澤勘兵六段、王朝吉尾五段、皆川国津郎五段と総当戦を行い、2勝ずつ同点となった大長との代表決定戦では、判定勝ちを収めて、守備よく決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、兵庫県警師範の山本正信五段と相対し、 神田の得意とする内股から肩車への連絡儀に仕留める。決勝戦では、カラフト町柔道教師の大谷明と相対し、立って大谷、寝て、神田の全評判で試合が開始された。得意の肩車を連発してさらに巴投げから寝技へ誘う神田だったが、大谷はこれをうまく裁き、何度目かの組材に、大谷が、 右背負い投げに出ればこれが綺麗に決まって一本となり、勝敗を決した。当時29歳で前世の大谷に対して、神田は9歳違いで指定戦士最年長となる38歳、準優勝に終わったものの年齢差を考えれば、神田の前線であったと言える。また、同年9月23日に、明治神宮外苑の特設会場で行われた、内地外地対抗大会に、 神田は、外地軍大将として出場し、試合は終止内地方の優勢で進み相手側の9人、残しで、神田に、出番が回ってきた。神田は、名手、田中末吉五段をもえ投げで宙に回せたものの、続く、飯山栄作五段の内股に敗れ、内地軍に、大将、佐藤金之助六段以下8名残しの大将を、譲っている。 1936年の第6回全日本選手権大会に専門青年前期の部へ第八区代表として出場した神田は準決勝戦で滋賀の滝本愛蔵五段を肩車に下し決勝戦で往年のライバル須藤金作と再び相見えると神田は靴木刀で一本を取って勝利を収め6年前の同大会で敗れた雪辱を果たすと同時に 自身二度目となる選手権の栄冠を獲得した。その後も精力的に大会に出続けた神田は1940年の紀元2600年報祝全日本東西対抗大会に西軍大将として出場し、神田の出番はなかったものの西軍は勝利を収めた。この時神田は42歳であった。その後は出身地である福島に移り住んで、 福島県警察の柔道師範を務める一方、戦後の1948年に開催された第一回全日本選手権大会へ福島代表として出場を果たした。選手代表として先制を行い、試合では三重代表の立木貞夫六段を破り、初戦を突破二回戦で石川の鈴木菊を六段の大外落ちに敗れはしたものの、 この時の神田はまさに勝負師として、マコッチであり、50歳以上及び8段くらいでの、全日本選手権出場の記録は2019年、現在、破られていない。なお、開会式で読み上げた、宣誓書は、行動監視料館で、現在も目にすることができる。1958年可能市販20年祭に再始球団、商談。そうまで道場を経営し、 更新の指導にあたる傍ら、1964年の東京五輪では、技術強化副委員長として、竹村茂子同意委員長や浜野昌平同副委員長とともに、選手強化の重責を担い、晴れの決勝戦では審判員も務めている。その後も全日本柔道連盟理事や、福島県柔道連盟会長等を歴任して、 県内外を問わず柔道振興に貢献し、訓四等随法省随法省や福島県文化功労省を受けた。晩年は肺がんを患い、医師である息子が副院長を務める千葉県木更津市の機密病院で療養を続けたが、自身の最期を悟ったのであろうか、亡くなる前月には、郷里、相馬市の公立病院へ転院し、 1977年6月15日午後2時44分に、永明。79歳遺没。葬儀は、東北柔道連盟及び、福島県柔道連盟の合同葬にて、厳粛盛大に取り行われ、福島が生んだ、名柔道家の死を悼んだ。神田の死に際し、かつてその訓導を受けた近畿柔道連盟会長の森下勲九段は、 大変尋常味豊かで人懐っこく、寂しがり屋の方であった。置いてからも研究心は衰えを見せず、技の研究にかけては他に譲らない存在であったと、10回し、福島県柔道連盟理事長の渡辺虎を球団は、亡くなる直前に見舞った際に、微光にチューブを差し込まれながら、途切れ途切れの声で繰り返し囁いた、虎ちゃん、柔道を頼むの言葉を、万感を込めて、 心の奥底で噛みしめながら、神田先生の意思に添いたいと語っている。前述の通り、神田は寝技を得意とした他立ち技では、得意な技を多用し、とりわけ肩車や、自身の安室した草種狩りにおいては、他の追随を許さないほどの使い手として、名を馳せた。技の開発に熱心だった神田は後に研究、工夫した技や、得意技として、 肩車や創手狩り、もえ投げ、法上司法型のほか、寝技で、法うし方体型や、地獄校、脇肩絞り、立ち技では、腕座横分といった、聞き慣れない技も挙げている。神田による、肩車の実演このうち肩車については、かねてより柔術修行時代に培った寝技を、得意とした神田が、行動間では、立ち技から寝技に行かなければならない規定になっていた。 ため、やむを得ず立ち技の稽古を始めたのが発端であったと、いう。ともえ投げか、肩車を研究することとしたが、そのうち肩車をやる試合人がいないのに気づき、この時は、さればと肩車を選択することに。加納うじごがよく肩車を練習したと知った神田が、それを直に問うと、加納は、斧が発明したと語って、主々とその要領を指導してくれたという。また、 同じく肩車に長じた死の三船急造からも指導を仰ぎ、これに自身の研究、工夫を重ね、学び始めてから約3年で自身の得意技に加えることができた。また創主狩りについては、柔術修行時代の神田が自分より大きい相手に対して組む前に投げる技がないかと各流派の文献を読み漁り、また、 古流の先生に聞いて回ったりしたことから始まった。戸塚陽神流に、旧木刀という技が存ずるのを聞きつけ、1917年の、大日本武徳会千葉県支部大会の折に、これを、関口光五郎に尋ねると、君の先生である、山本金作藩士がよくご存知のはずだから、お伺いしてみるが良いとのアドバイスを受け、早速翌日に、市の山本に教えを請うと、 直ちに実技を見せてもらえたという。この技に没頭してにか年ばかり鍛錬を重ねると、試合では稽古以上に効果があることに気づいて、得意技の一つとすることに決めた。可能時頃にこの技を聞けば可能もよく知っており、神田が、くつき刀と,という技は、柔道儀として、ふさわしくないから、総手狩りとした以外いかがでしょうと提案すると、可能は、今日道場で稽古してみろ。 自分が見てその名にふさわしかったら行動感の技として認めようと返答した。稽古で、神田は数名の練習生と実質的な試合を行い、その威力を存分に発揮すると、加納は共に見ていた本田財に対し、行動官儀として採用するよう指示し、名称を含めて、神田の意見がそのまま通ることとなった。ありがとうございます。